本日は、はい、うどんを作ります。いいですね。迫力が大事だから頑張らさせていただきますので、よしやっていく。はいはい、それではルバズキッチン始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずですね、もうこの選手たちのご紹介からいきたいんですけど、こちらが小麦粉、はい、こちら 300g あります。で、こちらが強力粉、はい、こちらも 300g あります。で、これが打ち粉、これはまた後で測ります。はいはい、打ち粉の代わりにね、片栗粉、はいはい。で、こちらがですね、 280cc のお水に 30g の塩、はい。で、こちらがだし、はい、こうは花カツオで取ったのかな、カツオ、うん、花カツオで、はい、花カツオ出しとったのかなと思って。お願いします。お願いします。それではですね、こちら入れまーす。ドバンと入れてもらって、ドーン、こちらもドーンと入れます。ドーン、あー、よいしょ。はい、よいしょ。そこに塩水先に入れるんだ。を、まあ調整しながらこう、もうやっていくよ。これタイミングとかはあるのかな、分かんないよね。俺も分かんないわ。でも半分ぐらい入れましたと。よいしょ。こうやったらまたちょっとこう入れていって、大変だね、それ。これね、大変だね。はい、全部入れました。じゃあ出します。ほっ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 。めちゃくちゃ面白い。はい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 、よし、入れます。ほら、わかるかな、硬いんだよね。すごい。ベチ、空気出した方がいいのかな。ふみふみ作業ですね。あー、楽。はい、じゃあうどんをふみふみ終わりました。はい、こんな感じです。結構滑らかだよね。うん、じゃあこちらをですね、15分から30分間寝かしたいと思いますので、はい、これ置いておきます。はい、その間にですね、だしを、はい、取っていこうかなと。だし取っていこうかなと思って、最初に沸騰した水にかつお節を入れるんだ。で、取って、なるほど。じゃあ、2400cc を沸騰させなきゃいけないのか。そうなりますね。オッケーです。任せてください。これ一度まず沸騰させます。はい。沸騰してる間を見てですね、だし汁の材料をね、ちょっと作っていこうかなと思います。はい。1、2、はい、3、4、5、6、次ね、醤油。1、2、0、塩がね、小さじ3入れます。1、2、3、これを混ぜて、で、こいつにカツオを入れなきゃいけないとなってるんですけれども、蓋をしないで2分間煮出します。まあ、言うて最終的に料理って味見して自分が好きな味に近づけてもらうんですね、料理が。だから自由なんですよ。だから怖がらずに料理してみよう。いきます。中火で、あ、火を止めて、だって少し弱めてる。おお。で、火を止めます。これで最後ザルにこうシャーってやるんだよね。シャーって開けていきますよ。うお。あらららららら、あらららら、めっちゃいい香り。日本の文化、だし汁で、これをこうやってそいつに、大丈夫ですか。おおおおおおやっていくよ、もうジャッジやっていくよ。入れちゃいます、こいつらを。せーの、そして軽く沸騰させます。はいはい、そしたらですね、うどんを作成していきたいと思います。おお、さっきと全然違う。昔触った粘土に近い。よし、まずですね、こいつらをちょっと一緒にしますね。あー、もうほら、すぐ一緒になるもん。で、打ち粉をまぶしますね。はい、やってた。こうこんなかな。ね、打ち粉かな。おぽくない。で、伸ばしていくんだよね。ボリュームつけます、打ち粉。はいはいはい。で、これを、あー、弾力すげー。これをどれくらい伸ばしたらいいんだろう。you
危ない。1ミリもない感じの薄さよ。本当。うん。逆に薄すぎてもなんかさ、そうめんみたいになってる。なるほどね。行くか。長さはもう違うと思うけど、うん、これで切っていく。これが大事だよね。こんなの？うん、そうじゃないかな。新先生にももう茹でるだけにして持ってきてるからね。まあ、こんな感じだよね。うん。とりあえず1人前、これを茹でましょう。はーい。ああ、でもどんどんいいね。いいね。そしたらうどんが切り終わりました。見てください、結構上手じゃん。これ今日はこちらをですね、茹でていきたいと思います。はい、いきまーす。はい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 、こんなもん。はい、これはどんな感じになるか楽しみですね。はい、ではじゃあ10分後へ。はい、それではうどんが完成しました。はーい、それではいただきます。はい、まずはちょっとスープを。おお、手作り感ある。いただきまーす。どうですか、手作りうどん。うまい、すごいうまい。マジ、うん、いいね。びっくりした。いや、これ美味しいっすね。でも美味しい、これ美味しい。普通に俺、あ、めっちゃうまい。じゃあ、点数はですね、星3つです。お、3つ。5個中だからね。5個中、前回5個だからね。ちょっとね、また考えてやる、うん、ちょっといろいろ考えてやってみる。そうだね。うん、でも美味しかったですね。素晴らしい。はい、で、皆さん多分これでね、家でもう多分うどん作れるっていうこと分かったと思うので、はい、家族とか友達とかでもいいかも。はい、少人数で集まってうどん作ろうって盛り上がるからね。いいね。うん、だからちょっとそういうのもありかなと思いますので、はい、皆さんぜひ試してみてください。はい、ちょっとこれはもう一回やろうかな。そうだね。うん、リベンジみたいな感じで、ね、ちょっとゆっくり、ちょっと巨匠も呼んで、はいはいはい、ちょっとやろうかなって思いますので、お楽しみにしててください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。いってきまーす。